境港市の米子北郎空港。米子空港のコンビニエンスストアやインフォメーションカウンターでサービスを提供する会社、今月からワクチン休暇を導入しました。ワクチン休暇を導入したのは、空港のサービス部門を担う米子空港サービスです。さまざまなシフト体系があって、その中でスタッフが、ワクチンの接種ができないということがないように、皆さんが安心して、ワクチン接種ができるようにと設定しました。ワクチン休暇はワクチン接種を受ける日に特別有給が与えられるというもので、さらに副反応が出た場合は最大5日が与えられます。しかし、スタッフおよそ20人でさまざまな業務を担っているこの会社、ワクチン休暇で業務に影響は出ないのでしょうか。こちらのコンビニの業務と、それからあちらインフォメーションの業務、両方対応できるスタッフがおりますので、人数が少なくなっても問題なく対応が可能です。一部のスタッフは日頃から複数の業務を兼務していることから、休みの人が出ても業務に支障は出ないといいます。いろんな人が行き交う場所になりますので、きちっと接種ができているということで、お客様にも安心してご利用いただけるのかなと考えております。ワクチン休暇については、山陰合同銀行も今月1日から制度を導入しています。接種加速へ向けた取り組みは自治体でも。出雲市では高齢者の接種を加速させようと、ある取り組みを始めました。それがこちら、ワクチン予約お助け隊の募集です。コロナワクチンの接種予約について、ウェブ予約をですね、代行して行う、パソコンとかですね、タブレットと、使い慣れた方に、ボランティアとして参加いただくようお願いをしております。出雲市が取り組むのはワクチン予約お助け隊。パソコンなどが苦手な高齢者にスムーズにウェブ予約をしてもらうため、会場を設けて訪れた高齢者の予約をボランティアが代行します。実際には8割ぐらいの方がウェブ予約で前回もお申し込みいただいてますけれども、やはりそれ以上にまだ使えないとかですね、そういう環境にないという方がいらっしゃったということだと思っております。お助け隊が予約をサポートするのは、今月16日、市内の7つの会場で行われる予約会、今月28日から来月23日までに行われるおよそ8000人分の接種を予約できます。現在、高齢者の1回目の接種がおよそ3割と順調に進む出雲市。お助け隊の支援でさらに接種を加速させたいとしています。明日までボランティア募集しておりますので、ぜひですね、スマホとかそういった方、使える方はですね、ぜひボランティア参加していただきたいと思っております。